パンダファンの皆さんにとって嬉しいニュースです。伊藤さんね。はい、そうですね。上野動物園のジャイアントパンダシャンシャンの返還が来年6月末まで延長されました。これで3回目の延期となります。ジャイアントパンダのシャンシャンは2017年に上野動物園で生まれ、多くの人に親しまれてきましたが、所有権がある中国と東京都の取り決めで2020年の末に返還される予定でした。ただ新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、これまでに2度の延期が行われ、今年の12月末までに返還されることになっていました。東京都は3度目の延期となった理由について、新型コロナの影響で中国と日本の専門家の行き来が難しくなったことを挙げています。